Thank you.
No.宝箱あった。 これ見ろ。無限の泉？彼らは斑目館長様が私費を投じて作り上げた作品群である。彼らは自身のあらゆる着想とイマジネーションを生涯館長様に捧げ続けなければならない。それが叶わぬ者に生きる価値なし。 これ、多分盗作のことだよね。くっそ、とんだ食わせじじいだ、あの野郎。弟子は俺のものってとこか。
本当ならまともな絵描きですらないぜ。画才のある弟子の着想を生活を保障する代わりに盗んでるんだ。まさかと思ったが、たくさん飾ってある人物が、やっぱりあれが認知症の弟子なんだろう。生きる価値なしと来てるぜ。これ多分虐待のことじゃねえの。まだらめ様の役に立つうちは置いてやるけど、ダメになったら。まるで奴隷や道具じゃない。なんでユウスケは黙ってんだ。かばう理由ねえだろ。引き取ってくれた恩人だって言ってたよね。だからってよ。個展の時にね、飾ってあった絵を私が褒めたの。けど北川くん様子が変だった。もしかしたらあの絵も盗作。どうするよ。これもマダラメがターゲットでいいだろ。そうこなくちゃな。待てお前ら、もう一度ユウスケに事実を確認しよう。んだよ確認って。実際に悪事があったのかどうか裏取っといた方がいいってことだよ。めんどくせえ。それにマダラメのことまだ知らなすぎるだろ。そうだね。私北川くんに連絡してみるね。モデルの話受ければ真相聞けるかもしれないし。え、やんの？もちろんみんなも来てよ。一人じゃ怖いし。偉い画家の先生か。鴨志田より手強いかもしれねえ。まあユウスケから裏取れるまでは準備だな。怪盗団としての初陣だ。絶対成功させんぞ。よーし。おい、さてと。
おいおい、よっしゃ。ごめん。あのさ、てか、なあ、なあ、高牧さんだけだと思ってたんだがな。二人っきりだと緊張しない？監視だよ。お前が変態なことしねえように。妙な勘繰りはやめてくれ。彼女に異性としての興味は一切ない。え？何か問題でも？ううん、別に。じゃあ始めよう。ねえ、北川くん？呼んでんぞ。ダメだね。違うぞ。油断させてとっとと事情言わすはずだろ。いや、こんなんなるってわかるかよ。終わるまで待つしかねえな。マジめんどくせえ。我が輩、部屋の外に出てみようかな。こうしてる時間がもったいないぜ。暇すぎるからな。ちょっと偵察でもしてこよう。終わった？ダメだ。はあ？ごめん、私じゃダメ？いや、違うんだ。ただ今日はちょっと調子が出ない。悪いが日を改めさせてくれ。ふざけんな！何時間待たされたと思ってんだよ！ごめん、今日ね、話があって。お前んとこの先生の噂だよ。またそれか。私が古典で見たあの絵、本当は北川くんが描いたんだよね？それはやっぱりそうなんだ。お前の先生マジやべえんだけど。弟子をただのものだと思ってやがる。だから盗作だろうが虐待だろうが、そんなのお構いなしってわけだ。言っとくが、俺らに隠し事は通用しねえからな。何を言ってるんだか。逆らえなかったんでしょ？でも私たちならきっと力に。やめてくれ。お前たちの言う通り、
俺たちは先生の作品だ。勘違いしないでくれよ。俺は自分から着想を譲ったんだ。これは盗作とは言わない。先生は今スランプなだけだ。どういうことだ。北川君、出てけばいいだろ。弟子にもみんな逃げられて、それでお前一人ってことじゃねえのかよ。弟子が師匠を助けて何が悪い。被害者などどこにもいない。身勝手な正義を押し付けるな。俺は弟子として先生を支えている。それの何がいけない。二度と来るな。次は迷惑行為で訴えてやる。待てよ、話は済んでねえんだよ。じゃあ仕方ないな。おい、通報させてもらう。今日はモデルをお願いしたんだ。そもそも他の二人を呼んだ覚えはない。だとこら、リュウジやめなって。落ち着こう。くそ、通報はやめておく。ただし条件がある。条件？高牧さんにモデルを続けてほしい。でもさっき違うって。あれは俺が無意識に君に遠慮してしまっていたから。けどもう心配しなくていい。君が全てをさらけ出してくれるなら俺も全身全霊を込めて最高のラフ画に仕上げてみせる。はあ？ラフ？理想のモデルでラフ画を描けるなって。もちろんお前らは入れないし、今日の話も忘れてもらう。そろそろ新作を先生に提出しないと。いろいろ不都合がある。ラフってヌードでしょ。なんでそんな話になんの。それが条件だからだ。そんなのって、いやそれまずくね。個展の会期中なら昼は先生も不在が多いし、ここを好きに使えるな。少し画材を足しておこう。ちょっと待った。もちろん待とう。君に合わせていつでも予定を空ける。個展が終わる頃までには来てくれ。違う違うって、何勝手に。そろそろ先生がお戻りになる。今日はここまでだ。高牧さん、連絡を待ってる。ダメダメ、話終わってないから。おい、どうするよ。ああ、まったくだ。くそ、今回は向こうが一枚上手だったぜ。簡単に納得すんな。あれ、モデル終わった？猫。バカ！うにゃ！頭おかしいよ絶対。このままじゃヌードだよ。己ユースケ。やつのあの言い方じゃセミじゃなくてフルだな。フルフルヌードアンドなの。いいから。つか個展が終わる前にマダラメを改心させればオーケーってことじゃね。でも北川君はマダラメを恩人って思ってる。改心させる必要あるのかな。じゃあアンドノはフルに。ねえから。マダラメだってカモシダと変わんねえ。野郎は親のいないユウスケを利用してやがんだぜ。他の弟子たちと同じひでえ目に遭わされんの見過ごせってのか。けど本人にそれでいいとか言われたままだとなんか悔しいっていうか。アンドノはカモシダのこと耐えてたからユウスケに思うとこがあるんだな。うん、とにかく絶対狙うべきだろう。マダラメは待ってた大物だしよ。ユウスケの目も覚まさせてやろうぜ。俺らと同じになっちまう前にな。
そうだよね。まずはマダラメのことを調べないとな。表沙汰になってないこととかまだまだあるかもしんねえし、古典で忙しくなればパレスの中を調べやすくなってるかもな。あと私のモデルのことも。新作を提出しないと不都合がって北川君言ってた。近々マダラメの作品ってことでなんか発表とかあるのかも。じゃあお前の裸世間に大公開ってこと？無理無理。これは何が何でも個展が終わるまでにマダラメを何とかしないとな。早速明日の放課後から動こうぜ。屋上はまた会長さんに見つかると面倒だし、集合はそうだな、渋谷の通路みてえなあそこでいいか。マダラメんちからも近いし。アジトを点々と変えるか。我が輩嫌いじゃないぜ。ちょっと君たち話いいかな。ん？見たとこ君らただの押しかけファンって雰囲気じゃないよね。あの、あ、ごめんごめん。実はマダラメの門下生と知り合いの人間を探してんの。昔盗難にあったっていうさゆりって絵があるんだけどね、当時の門下生がマダラメの虐待の腹いせに盗んで出てったって噂をつかんだわけ。なんか聞いたことない？そうか、被害者がいて初めて事件になる。虐待がないとなれば書きようもないか。一旦出直すかな。時間取らせて悪かったね。私記者やってんの。何かネタあったらここに連絡くれる？それじゃ。今日は解散すっか。実はさ、Please don't take off my mask, my place to hide.
さてと。いや。今回のターゲットはマダラメだ。見ただろ、あのパレス。前と同じなんて舐めてたら痛い目を見るぜ。それにアンドノの低層がかかってる。はあ？やることは鴨志田の時と同じだ。まずはパレスで潜入ルートを確保。その上で心をいただく予告、お宝を実体化させていただく。はいはい、質問。マダラメって俺らのこと知らねえじゃん。なんで警戒されてたわけ？だいぶ学習してるな。いいぞ龍二。きっと誰も信じてないんだろう。知らない相手は全員敵扱いなのさ。それか悪い噂が広まってるって知ってイライラしてるだけなのかも。じゃあパレスが荒れてんのもらい事故みてえなもんってことかよ。何にせよ我が輩たちはいい子ちゃんで言っとこうぜ。無駄に警戒度を上げちまったらお宝を取りづらくなる。今回は北川君にも気をつけないとね。
見られたことはすぐマダラメに伝わるだろうし。その通りだぜ。てかマダラメのお宝って見た目どうなの？また王冠？いや違うだろう。けど物を見れば我が輩の直感で確実にわかる。ああ変なテンションになるからなお前。今回の期限って個展が終わるまでなんだよね。ってことは6月5日だ。今回も予告状を出した後で決行だ。だから2つ戻って6月2日には潜入ルートを確定しないとな。いい？絶対に失敗できないんだからね。よし。